はあ、え、でもその、僕が、例えばじゃあ、女子高生がどう考えるかとか、ああおばさんがどう考えるかとかって全くわからないんですよ。はい、<laughs> なんでその、おじさんはこう感じるだろうとか、はい、高校生はこう感じるだろうって、わかるのかあ,あ、いや、これは正解かわからないんですけど、想像でしかないですけど、その、イメージをするというか、中身は、んうんうん、結構、 男性的なな感じかもしれないで,す、ね、ですああ自分の中身に男性的な部分があるから、うん、じゃ例えば他のグラビアアイドルとかを見ててあ,、ねあ,はい、あここの感じそそるみたいなのを持ってたりすするんですかはい昔から、えっと、男性アイドルじゃなくて可愛い女の子セクシーな女の子が大好きで中学校の時のお小遣いが月2,000円だったんですけど、うん、そのお小遣いを貯めて。